疲れ様です。こんばんはこんばんは。ふーちゃんこんばんは。こんばんは。なんかめっちゃ髪の毛が伸びたというか長く見える。今日無謀の衣装みたい。本当ですか。長くなった、ちょっとだけ。雨すごいんですか。朝すごいなって思ったけど、そっから外一回も見てない。すごいんかな。すごそう。でもみんながすごいって言ってるからすごいのかも。雨やばかった。あ、そうなんや。ヘアピンまでつけてる。え、つけてないつけてないです、ヘアピン。あー、ここ後ろね。ここ、そう、これは髪の毛がすごい跳ねてるので押さえてるんです。押さえてます。すごい。見えたんですか。すごい、ここ一瞬なのに。すごい。気づかれないと思ってました気づかれちった。こんばんは。今日疲れた。今日全然疲れてないですね何も疲れてない今日は。すごい目がむくみマックス。今朝は絶対オールやと思ったオールネス、オールしちったぜ。スティール劇場再開決定。え、なんですかそれはめっちゃ早起きしたんかと思った。めっちゃ早起きしてない。めっちゃ遅ね。めっちゃ遅ねだよ。めっちゃ遅ねですね。あ、カラオケね。カラオケね、そうそう。スティール戦で21日ね。何時に寝たの。何時だったんだろう。分からん寝たのは多分8時ぐらいかな。朝まで何しとったん動画。アニメ見てました。
そうなんだ。きちんと朝だねきちんと朝ですね。でもさ、よく考えたらさ、なんかアメリカとかさ、他のさ、どこだと時間逆ですもんね。なんだね、昨日はソードアートオンラインを全部見返してて、やっと終わったんですよ昨日で。今は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないっていうアニメがあって、それを見返してる最中です。SA はアリスゼアリスゼーションがき、迷いますね。全部好きですよ。勇気好きです。そう、青春豚野郎、青豚はなんか青春系です青春系、なんか思春期って感じ感動する系、泣ける、なんか切ない、切ない系青春系、なんか青春系ではないのかな、なんかでも泣けます普通に。切ない、ただただ切ない、ほんと切ない。切なくて、豚の青春、豚の青春ではない豚の青春ではないんですけど、なんかまあ豚っちゃ豚かな、なんか、男子高校生が主人公です。主人公豚の豚じゃない主人公人間、人間です。そうなんか思春期特有のお話ですね。初期はアニメ好きアピールしてなかったらなぜ、なんかアニメ好きの友達がいなくて、もともとなんて言うんですかね、人にあんまり話したことがなかったので、そういうのなんかおこもり野郎だったのではい、人に話すというのがあまり感覚がなかったです。そういうなんか共有っていう感覚がなかった、人に共有するという。プロ野球無観客から始まりますね。明日からですね、プロ野球開幕。ゲームはする、ゲームするけど最近全然してなくて、あつ森も最近全然してないですよそう全然してなくて、そうなんかさ、もう家具が出なさすぎてさ、マジで。そう最近してないんですよね。ね、ポケモン新しいの出ますもんね、写真撮るやつですよね。
そうなんですよね。スナップ、PS4 は買わないの。 PS4 はなんかプレステ5が出るじゃないですか。待つかな待とうかな、そういえばあつ森に夢中でポケモンシールドをクリアしてなかった。おっと、シールドはクリアしたけどソードはやってないですね。まだソードもやらないとでも同じですもんね、ほとんど。でも出てくるポケモン違うし、やろうかな、また落ち着いたら。そう、ソードやってない、まだ。恋愛ゲームするの、恋愛ゲームってどうなんですか。しないですね、恋愛ゲームどうなんですかね。恋愛ゲームしたことない、したことないですね。命のやり取りするゲームが好きそう。あ、好きですね。なんかでもふうさ、平和ゲームの良さがあんまりよく分かんなかったんですよ。のほほん系があんまりよく分かんなかったんですけど、最近はそんなことなくて、なんかあ、まったりできるのいいなって思うようになった。そうそうそう、そうなんです。でもなんかやっぱり実況とか見るのは絶対こう結構そういうやつの方が好き。サバゲーもサバゲーやってみたい。なんかさ、リアルのサバゲーやってみたいんですよね。ふう、リアルのこっちの世界のサバゲー、なんかありますよね、よくめっちゃ人気やったやつ、あの会場みたいな行って、あ、そうやってみたい。そう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 、ふーちゃんすごい歌、それな、ふー、そう思う、ふーもでもやってみたいんですよね。そう、ね、すごそう、楽しそうですよね。サバゲーやってみたいな。ヒットって叫ぶやん。あ、そうなんですかヒットやりたい。なんかスパイとかもありますよね、相手チームにスパイとして入り込んでみたいな。めっちゃ楽しそう、なんかそういうのやりたい、スパイになりたいスパイとして入り込んで、フーが敵の部隊を殲滅させる楽しそう、やりたいです。
SAO の世界ってみたい。あー怖いですよね。でも楽しそう、仮想空間とかも。なんかそしたら今の時期とかめっちゃいいですよね。コロナでさ、こう外に出れないからさ、仮想空間あったらねめっちゃいい、良かったのに。結構攻撃好き、攻撃ね、攻撃好きですね、割と。やってみたいな。スナイパーだったから狙撃しまくってた。おー、スナイパーかっこいい。いいね。でも現実世界のソバゲやってみたい、ほんまに。なんかそういう場所に行ってみたい。明細、明細ね、明細行きたい。半袖でやるとスリルがあっていう、すごい。確かに。すごそう。なんかいいですね、そういう楽しみがあるのが。今日めっちゃ目が重い、マジで。なんでや、重すぎる、です。全然眠くないんですけどね、今はもう。全然眠くないんですよ。なんでだろう。それは朝寝たからね。いや別になんかそれ朝寝たの今日だけじゃないから、なんか謎に今日だけ重いの、なんでだろう。不思議だ。不思議だぜ。ご飯はいつ食べてるの？いつだろう。適当です。日によるから。時間飲みそう。3食とって、3食は基本取らないですね。ふう、そう。でもこの期間3食食べなくなった人多いんじゃないですか。なんかでも基本1日2食か1食です。別にお腹すい、なんか食べたくないからとかそういうのじゃなくて、普通になんか時間的にどうしても1食か2食になるというか、なんか自然と起きる時間と起きてる時間とか、なんかそういうので、そう、しかも別になんか動かないので
お腹空かないし、そうだし、なんかこの時間に絶対食べるっていうよりかはお腹が減ったら食べるみたいな感覚です。そう、なんか3食食べる時もあるんですけど、めったにないですね、うん、ね、絶対食べてやると思っててごめんなさいいいじゃないですか面白い、うん、今何食べた、今は何も食べたくないかも別に何もいらないかな今は。家おるとついつい食べちゃう。なんかふう結構多分お腹空かないのは、あんまりお腹すぐ行ったりしないのは本当に携帯とかネットだと思いますなんか作業してる時ってあんまりお腹空かないじゃないですか。なんか暇やな、何しようかなとかなったら逆にお腹空くかもしれないんですけど、こう集中してるとお腹空かないんじゃないですか。夢中なんですよ多分、うん、気づいたら何時間も経ってるみたいなとか、なんか勉強とかもそう、すごいいいように言い換えると勉強とかもなんか集中してたら、うわこんなにテスト勉強やってたふうみたいな、それでお腹空かない、そういう感じ。それがふうはゲームとかアニメとかそう、そんな感じです。そうそうそう、あれは握手会に行くと食べなくても過ごせるタイプ。あ、でもふう握手会中お腹空かないかな、そこまで。終わった後がすっごいお腹空くんですよね。いつも握手会終わった後アイス食べてる。ホテルで。アニメは口が寂しくならない？なんかこう座って見てないんですよ椅子に。一番ダメなのかもしれないんですけど、なんか優先順位がお腹空いたなって思ってもなんか距離を考えるとなんか取りに行く距離を考えるとなんかまだいいかなみたいな、まだいけるかなみたいな思っちゃうタイプ。そうで、なんか気づい無意識に言ってる時はよっぽどお腹空いてるかなっていう感じ。今日のお肌ピカピカ、そう今日ねファンデーションとかしてないんですよ、すごいピカピカ嬉しい。でもなんか自分でも思うんですけど、
マジでよくこの生活でご飯もめっちゃ不規則だし、まあ言ったら多分人よりはすごい不規則だし、寝る時間もすごいまばらだし、全然朝方まで起きてるし、うん、なんかお肌強いなめっちゃ思いました。最近本当もうお肌強いな。多分若いからです。そうなのかな。いや怖いですねこれ、なんかずっと続けてたら絶対ダメですよね。確かにね。でもなんか飲み物とかは水かお茶かだから大丈夫いつまでもそれが続くと思うなよ怖い怖いな。はい、気をつけますでも確かにちゃんとしよう。二十歳までだ。え、怖い。あと何ヶ月の寿命じゃないですか私の肌。化粧水バシャバシャ。あ、でもなんかちょっと今スキンケアにまた芽生えそうなんですよ。なんかこの間までシートマスク1枚で終わらせてたんですけど、なんかまた大阪帰った時に前まで使ってた導入美容液っていうやつをまた買ったんですよ、手に入れて。それを使ってからめっちゃもう全然なくなって、そしたらなんかそれがすごい楽しくってさ、どんどん日に日にさお肌が変わっていくのがこう見えて、すごい楽しくて、それがそうなんですよ、なんかすごい楽しいんですよ毛穴なくなってはないんですけど、なんて言うんですか、なんかすごいトゥルンってして、それがすごいさ嬉しくてさ、うん、だからなんかちょっと頑張ろうってまた思いますね。なんかスキンフードっていうところのやつなんですよ。昔も使ってたんですけど、めっちゃ久しぶりに使ったんですよね。トゥルトゥルです。スキンフードっていうところのなんかブラックシュガーっていう黒糖の導入美容液、そうめっちゃいいんですよね、それが。冷凍バナナ作成中ふん、また冷凍バナナしてる。今8本ぐらいあります、冷凍バナナ。でも今日のメイクいいの。嘘、今日はアイラインとリップ、あと眉毛かな。今日はもう涙袋も何もしない、もう今日は手抜きちゃんですね
手抜きちゃんだぜ手抜きちゃんやろうです。もうダメです。基本水ですね。なんか本当に化粧映えしなくって、でも一時期それで悩んでたんですよ。メイクをしてもしてもなんかすっごい濃いみたいなメイクをしたくって、一時期なぜかすごい濃いメイクをしたかったんですよ。でもなんか映えないというか、なんかねメイクをしても乗らないんですよ色が。アイシャドウとかチークとかめっちゃみんなより多くしてもなんか吸収していくんですよ。時間経つとチークも吸収して顔色が悪くなるタイプで、なぜかそう。だから風を待つのミュージックビデオはすごい顔色が悪いですそうなんですよ。体質なんでなんですかね。地面かも。そう、風を待つ時はすごいね、すごい顔色悪いんですよ。でも全然元気だったんですけど、あの日もほとんどメイクみんなしてなくて、無謀もそうですね。なんか STU のミュージックビデオはほとんどメイクめっちゃ薄いんですよなぜか、なんか結構フーはアイドルしてるメイクをしたかったりするんですけど、STU のミュージックビデオは基本的にすごいナチュラル思考なのでめっちゃ薄いです、うん、なんかリップとかすごいんですよ。こんな色絶対許されなくて、ベージュかなんか元の色みたいな、あのグロスだけみたいな、なんかトゥルンってするやつ、あの例えばどんな色だ、なんかもうほんとあこれです、これとかこういう色、これはもうなんかツヤツヤだけの色なんですけど、これ色ないんですよ、こういう色なんです。 STU のミュージックビデオ撮影はそうツヤ出せてですね、これなんかカプサイシンが入ってる、あのカプサイシンが入って自然にぷっくりさせるみたいな効果があります。そう、辛いの食べたら辛いの食べたら口がこうぷっくりするじゃないですか、腫れて、それを起こすやつそう、そうなんです。ヒリヒリしますねこれ、苦手な子結構いると思う、うん、フーは好き。そうリップ、そんな感じで、フリップ濃いのが好きだからさそう悲しいです、ちょっとリップいろんな色つけたいからいつもそう好きですよ。ギャルメイク、あギャルメイクやってみようかな。どうやってやるん、明日じゃあメイク配信しようかな。めっちゃ濃いメイク、地雷メイクでしたっけ、流行ってるやつ、量産型、どっちも流行ってますよね。ギャルメイクじゃなくて、じゃあそっちにしようかな。何でしたっけ、どっちが流行ってるんですか、どっちがいい、地雷と量産型。地雷か、すごい地雷超人気、みんな地雷が好きなんですかすごいみんな地雷が好きなの、わかった、
じゃあ地雷メイクしてみよう。地雷と量産の違いか、ね、ふうも分からないんですよね。あんまり地雷メイクあんま、地雷メイクと量産型メイクの違いが分からなくて。ひなちゃんに聞いてひなちゃんうまそうだな。カラコンも入れてみて、あ、カラコン持ってないんですけど、どうしよう、カラコン持ってないな、ありますかね、カラコン風家に。絶対ないな、探せばあるかもしれない。ある確率は 2% ぐらい。じゃあメイク配信にします。すごい地雷メイクいいね。え、一番ベースから、ベースはやっといていいですか。ベースはやっといてもいい、色のせるとこからでいい。フーはもともと地雷だ、地雷じゃないですよ。どういうことや。じゃあ色のせるとこから一緒にやりましょう。ドスッピンから、ドスッピンからか、ドスッピンから、ドスッピンからやったらめっちゃ時間かかりそう。じゃあ早めに配信しようね、いつもより。いつもは11時ぐらいからだから、でも夜がいいんですよ。はい、あの遅い時間にやりたいんです。そう、10時ぐらいは、10時どう、どう、10時どう。OK 10時ね、じゃあ OKOK、 OK 10時で。待ち合わせしてる気分、確かにいいね。準備しとく。何のみんな、な、何の準備ですか一体。一緒にするから、一緒にメイクしてくれるんですか、一緒にしてくれるんですか。みんなでする、やった、言ったな、言ったな、みんな言ったな。メイク持ってない、大丈夫、みんなにはマジックペンが家にあるでしょうきっと。いいね。あ、55分。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。30位はアグネス香港地方紙さん、29位はクッキーさん、28位はタナチューマル、27位はお豆道民さん、26位はディネフーサナピヨンシ、25位はミルクさん、24位はレッカー台湾さん、23位はフニャインカラニャンコさん、22位は長谷川さん、21位はマサヨシフーちゃんのフーちゃんホーテッドグループが最強、20位はタダシ、19位はマル、18位はリンピンピン、
明日から移動解禁だから小豆島に行きたい。あ、ね、県の移動 OK ですよね。17位ふまじめサラリーマンさん、16位はなさっかーさん、16位までの皆さんありがとうございました。15位はケイ、ありがとうございました。14位はおかずさん、ありがとうございました。13位はまさし、ありがとうございました。12位はデュラント、ふーちゃんの笑顔で明日も頑張れそう、ありがとう、頑張れ頑張れ、ファイト。11位はトコス、メイク配信楽しみだ、お楽しみにしててください。10位はポニタロウ、ふーちゃん大好き、ありがとうございます。9位はトシキ、アニメの話がしたいな、あ、アニメの話しよう、いっぱいしよう。8位はセティン、地雷メイク楽しみ、どんなんか知らない人です、ふーもちょっと勉強しときます、地雷メイクの。7位はマジレッサー両剣、量産型も地雷も両方という欲張りな私じゃあまた量産型もね、いつかしましょうね。6位はまさまささん、ありがとうございました。5位はゆきはや、おふう大好き、ありがとうございます。4位はドンパンダ、ジブリはラピュタと紅の豚が好き、目がジブリはふうは耳をすませばと猫の恩返しが好きです。3位は T 君、ふーちゃんのメイク配信楽しみ、絶対可愛い、うわプレッシャーが頑張ります、ありがとうございました。2位はキヤキヤキーさん、今日こそは無事に安眠できるように願っとく、ありがとうございます。そうふう、今日は低反発枕、初こっちの広島のお家で初低反発枕、楽しみ、ありがとうございます。そして1位はブビンさん、ブビンさんありがとうございました。1位ブビンさんありがとうございました、イエーイ、ありがとうございました、イエーイ、わっしょいわっしょい、はい、皆さんありがとうございました。今日も明日もね、じゃあメイク配信しますね、夜の22時から。皆さんすっぴんでやりましょう一緒に、楽しみにしておきます。みんなでメイクだ、イエ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 イ、いつもすっぴんそりゃそうかね、楽しみですね。見ましょう、今日も配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとうございます。はい、おやすみなさい、おやすみなさい、みんな寝るんだよ、おやすみ、しっかり眠っておくれ バイバイ、おやすみなさいませ、バイバイ、ピース、バイバイ、おやすみなさい。